神社神宝がありまして、天皇陛下のご長居を賜る第63回神宮式年仙宮ですね。早いもんでね、もう次の式年仙宮9年後ですよ。 20年終わって20年ねまだまだ先かなと自分の年、ね、からしたら次何歳だろうみたいにねだいぶ先だなと思ってたらねもう折り返しとっくに終わってもう9年ですよ読んでいきましょう「天皇陛下に置かせられては4月8日午後神宮の国朝年大宮寺に対し第63回式年遷宮のご準備を神宮大宮寺において取り進めることをご長居遊ばされた」これを受けて国大宮寺は9日 午後に神宮市長で記者会見を行い身の引き締まる思いとの所感を語ったまた高塚直岳神社本庁通りも8日付けで金話を発表令和15年が予定される第63回神宮式年遷宮は正式な準備の第一歩を踏み出すことになった。 これちょっと専門的な話になりますけども神宮って内宮と外宮ありますでしょでその御昇殿には御鏡が法案されてるわけですよ天照大神と豊池の大神の御神霊が宿ると言われるね、御鏡が法案されていてこの御鏡のつまり御神体の所有者って誰だと思いますわかります知ってます神宮の御神体の所有者って誰だと思います天皇陛下おお、そうピンポンピンポン天皇陛下なんですよ天皇陛下の所有物なんです これ、ね、ほら昭和天皇から上皇陛下に昭和天皇が崩御なさった時にね昭和天皇の財産が上皇陛下に相続されるんですけども基本的には相続は相続続税かかるわけですね。これ神宮の御神体に相続税かかったらこれどう査定すんのかって問題もあってこれもし相続税払えなかったら競売になっちゃったら偉い業ですからね。 <laughs> でね、だから行為とともに伝わるご遺書物に関してはこれは非課税とするというこれ相続税法の特例がもう丈夫になってるんですね。 その目録に乗ったものが内空下空の御神体ですからですからこれは非課税相続税法の規定にのっとって行為とともに伝わるご優所物ということで目録に乗って非課税で所有権が昭和天皇から上皇陛下に移ったわけなんですですから神宮の御神体は天皇陛下の所有物なわけですよねですからこ20年に一度のお建て替えをするときに神宮が勝手にできるわけではないんです なので、天皇陛下に、もうあと9年なんですけどと。予定通り、第63回式年宣言を行っていいでしょうかと。か令和15年に式年宣言を行っていいでしょうかと。もうそろそろ準備を始めなきゃいけないので、よろしいでしょうかと。陛下に伺いを立てる。そして、陛下からふむふむと。じゃあ、それを進めてほしいという、そういうお言葉があればですね。それを書面に、陛下 その場で「はいはい」って書いてお渡しになることないですからお許しになりそれをですね神宮の方で 陛下からこういうお話があったので念のためねこの書面でもいただきたいということで書面の発給を願い出るわけですよそして書面が発給されるとまあ、これが誤長居ですね人間汗の如しですからねお言葉でおっしゃったことはもちろん意味があるんですけども江戸時代とかその前からそうですよ陛下がおっしゃって官白にお願いしてこれメモでくださいと陛下がなんとおっしゃったかメモでくださいといやそうしたらですね官白が出せないとかいや出してくださいよさっき陛下おっしゃったじゃないですかみたいなね <laughs> そういうのがあるわけですけどもですからお言葉でおっしゃったプラス書面が出てくるというねこれでもってご長居ですねこのお建物の中の,このご神体が陛下の所有物でありと本来であればですよこのお建物は建物としての保存登記行われてるんですけども神宮の名義での建物保存登記してるんですけども本来であればこれも陛下のお名前で保存登記すべきなんですよね。 だって陛下の御物を収めている建物が宗教法人の所有の建物っておかしいでしょこの御鏡を置く場所が法案する場所がこのお建物ですから当然陛下の名義で保存討議すべきですしなんならその敷地の名義も陛下の名義であるべきなんですけどね空中に浮いてるみたいな話になっちゃいますからただね昭和が終わった時のねごたごたの相続でなんとか御神体だけでもね非課税で安全にね受け渡すんだという、ね とことで足津渦彦先生あたりが中心となってねなんとかそこだけは作っただから本来であればその 次ですねもうこのね神宮のお建物も含めてですね陛下の名義で登録すべきだと思いますよですよでから足津先生がねやり残したことこれをですね今を生きる私たちがですねしっかり完成させる責任があるんじゃないかなと思っておりますもうちょっと読んでいきましょうこの中で国大宮寺は「今年1月22日に天皇陛下の越を賜り五遷宮の準備が滞りなく進むことを願う」とのお言葉を賜ったことを語ったこのお言葉を受け神宮と 当局は宮内庁長官へ具体的な次第に関する総書を提出4月8日午後3時西村宮内庁長官を通じて国大宮寺に正式なご調挙があったことを説明したまた先例によれば来年春には御用材を切り出す三磯山をお定めいただきそうだからね御用材を切り出す山を天皇陛下がご指定なさるわけですね これもこれからの手続きで必要になってくることですね。先宮書斎の鏑屋である山口斎、この元斎が再興され、本格的に造営事業が始まることを説明、この度、正式な御調教を廃したことについて、誠に教区に絶えず、その責任の重さと使命の重大さに身の引き締まる思いと述べたということでございます。国大宮寺あれ、去年だったかな大宮寺になられてですね。ももととマンですからね。 商社マンが大宮司抜擢されてですね。お父様もね、大宮司なさってましたからね、まあ、自然な流れかと思いますけども。一度ね、祭祀なさってらっしゃるの、ちょっと遠巻きに拝見しましたけども。非常に凛とした、綺麗な作法で、祭祀なさってらっしゃるで、ご立派だなというふうにですね、感じた次第でございます。そして、この国三、国大宮司の下で、第六十三回式年遷宮が行われるということですね。持統天皇以来、千三百年続いてるわけですからね。まあ、途中ね、応仁の乱とかで、ちょっと遅れたことあり。 いましたけども、それでもですね、1万本の木を切ってですね、125の親城を全部建て替えるわけですから、宇治橋も含めてね、大変なね、事業ですよね。非常にですね、大きな仕事になりますので、まあ、国大偶事にはですね、ぜひこのね、大きな大事業をですね、成し遂げていただきたいなというふうに思います。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。